オスカー・リベーロ・デ・アルメイド・ニーマイヤー・ソアーレス・フィールは、ブラジル、リオデジャネイロ州生まれの建築家。国際連合本部ビル・ブラジル国民会議議事堂、ブラジリア大聖堂にテロイ現代美術館、オスカー・ニーマイヤー美術館1907年に、当時ブラジルの首都であった、リオデジャネイロのドイツ系の家庭で生まれた。なお、本人は、自分には、インディオか黒人の血も混ざっているかもしれない。 でもそれは私にとっては誇りであると語っている。1929年、バルナピタス高校卒業。1934年に、リオデジャネイロ国立芸術大学建築学部を卒業。1935年から、リオデジャネイロのルシオ・コスタとカルロス・レアンの設計事務所に勤務し、旧教育保険証庁舎の設計に関わった。 この際、ルシオ・コスタが設計顧問として、ル・コルビュジエを招いたことをきっかけに、コルビュジエと出会う。1940年、当時ベロオリゾンテの市長を務めていた、ジュセリーの首チェックと出会い、パンプーリャ・コハの開発計画に参加。1945年、ブラジル共産党に入党。第二次世界大戦後の1952年に、 ルコルビュジエラと共に、アメリカ・ニューヨークの国際連合本部ビルをデザインした。1956年から1960年に、かけて、ブラジルの大統領となった首チェックの呼びかけで始まり、コンペを経て選ばれた、ルシオ・コスタの総合監修のもと、ブラジルの新首都、ブラジリアの大統領官邸、国民会議議事堂や外務省、大聖堂などの主要建築物の設計を行った。 ブラジリアのどの建築物にもニーマイヤーが語るところの自由な曲線が多用されており、1987年には近代都市では初の世界遺産に登録された。1960年代から1980年代中盤にかけてのブラジルの軍事政権下においては、その左翼的な政治志向が嫌われたため、ブラジルでの設計活動を禁止された。1967年、 フランスのパリに亡命に近い形で住み着く。その後の20年ほどはフランスを活動の拠点として、フランス、イタリア、アルジェリアなどで設計を手掛けた。フランス共産党に入党して、党本部の設計も行った。1985年の民生復帰後はブラジルに戻って、設計活動を再開し、生まれ故郷のリオデジャネイロに在住し設計活動を行った。 なお AP 通信の報道によると、2006年11月16日に、死者の女性と再婚した。2012年12月5日、肺炎などのためリオデジャネイロの病院で死去。104歳没。ありがとうございます。